皆さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク特別企画でございます。マックス村に人生相談のコーナー、これは2本目の動画でございます。ゴールデンウィーク限定ということで、私のツイッターで以前、募集させていただいたんですが、900通人生相談いただきまして、今回答えられる10数通でございますけれども、やっていきます。はい。2番目に紹介するのはですね、タロちゃんさんからの人生相談でございます。マックス村井さん、アップマークの皆さん、こんにちは。こんにちは。私は二人姉妹の長女なのですが、長女や長男などの第一子にあたる人の悩みではないのかと思うことがあります。それは人に甘えられないことです。私の周りには真ん中の子や末っ子の友達がたくさんいるのですが、その人たちは甘え上手で世渡り上手、一方私は甘え方が分からず一人で抱え込んでしまいます。これも幼い頃からお姉ちゃんだから〇〇というプレッシャーからなのか、てんてんてん。あくまでも個人的な意見なのですが、何かうまく甘えられる方法はありませんか。また兄弟のあるあるなどがあったら教えてください。これからも応援しています。頑張ってください、ということで、タロちゃんからの、メールでございます。すごいわかる。え、長女ですよ。私長男だよ。長男ですね。え、甘えベタ。うそ。昔から弟はすごい、お母さんとか周りのおじいおばとかおじいちゃんとか甘え上手なんですよ。それ家族にってこと？その人生全般にってこと？もうなんか全体的なものもあるかもしれないですね。結構でも弟をその見てうまいなぁと。そう、世渡り上手とかもありましたね。世渡り上手です、弟は。私はこのメール、タロちゃんさんからのやつ読んで、一番最初思ったのは、いや人によるんじゃないって思って。ああ、そうか、村さん私多分すげえ甘い上手だよ。うん、そうですね。めちゃめちゃ甘い上手だし、可愛がられ上手だよ。うん、確かに。なんか息シャーシャーと人生過ごしてきましたから。うん、あの宮下久貴長男です。はいはいはい。甘えベタじゃないですか。あいつ、え、そう。え、上手ですか。上手やで。そう。うん。かといって逆に末っ子だろうが次男坊だろうが、下手なやつは下手やで。そうか。え、年子ですか。兄弟。年子。1歳差、2歳差、4人兄弟。なるほど。私も年子です。よく聞くんですよ、私もこれ。あ、そうなの？そう。私の友達の長男、長女の人も、なんか甘えベタで。へぇ。で、その妹とかは結構甘え上手みたいな。そう、隣の芝生は青く見えるみたいな感じじゃない？ですかね。結構このタロちゃんさんの気持ちすげえわかると思いました私よ。あ、そうなんだ。うん、だからといってできないんですよね。なんか真似できないんですよね。ああ、その次男坊とか、そう、末っ子の。そのタイミングで行くんかーみたいな。で、自分行けなくてこう我慢するみたいな。このタロちゃんさんのお悩みっていうのは、甘え方を教えてください、教えてくださいみたいな。あ、何かうまく甘えられる方法はありませんか。うまく甘えられる方法、常になんかニッコニッコしてればいいんじゃないですか。あ、私よく笑顔がいいと自分で言うのもなんなんですけどあの自分で言うのもなんなんですけども、あの笑顔がいいと言われるんですよ。ありがとうございます。すいません、自分で言うの非常に恥ずかしいです。あの中学校ぐらいからなんですけどね、あ、いや嘘だ、小学校の時からずっとか。うん、私あのどちらかというと、あの虚弱体質だったんで、うんうん、体がとにかく小さくて、病気気味で、運動も全然ダメだし、あのもうとにかくひどかったんですよ。うん、お勉強以外は、全然ダメで、でやっぱり田舎なんで不良も多いし、まあひどいわけですよ。学校とか荒れてて、学校のあの壁とか穴だらけで、そんな中で不良が運びってる世の中ですよ。虚弱体質の人間なんか割と生きる価値ない。やばい。あの勉強できるとか、もう全く価値基準の中ではもう逆に反感を、危ないか。危ない。で、私そんなんだったんですけど、もう基本的に多分ね、その頃からねずっとねなんかニッコニッコしてるんですよ。何があっても多分なんかねニッコニッコしてた記憶がすごいある。でその不良の先輩とかにも、お前いつも笑ってんなみたいな、いいことでもあったんかみたいなこと言われながら、特段何にもないんだけどもうなんか顔の筋肉がずっとにやかに笑ってるみたいな、なんかヘラヘラしてるみたいな感じで、なんかムカつくなみたいな感じで殴られるみたいなことも中にはあったんですけど、あったんだそれでも基本的にはもうなんかねニッコニッコしてたね。笑う角にはですね、まさに、ああそうだね、
でも顔の筋肉が私もそうなっちゃってるからな、顔の作りが。でも笑うカロニーにはあると思うな。比較的あの先生もそうだしね、その不良の先輩方にもね、なんか結構可愛がられてましたよ。なるほど。それで言うと私結構ニコニコしてないな、それかな。なんか昔あの目つきがなんかね、釣り目やって、ああはいはい、で、はい、歩いてる、普通に歩いてるだけなんですけど、なんかこう通りすがりの女の子とかにやだ睨まれたってなんか小学生の時とかです、はい、なんかそんなに目つき悪いんかなとか思って結構気にしてたんですけど、ニコニコしてない、してなかったですね。じゃあそういえば高橋くんもニコニコしてない？してない。あの高橋くんは笑顔が苦手、写真撮る時も笑ってって言われたら笑い方がわからないって言うよね、うん、高橋くんはでも長男ですよね。長男だね、うん、多分で甘え苦手っぽいね、高橋くんもね。カゼンドとかすごい甘え得意な感じ、ね、甘え上手。ゴールデンウィークのカゼンドスペシャルになってますけど、カゼンドとかも本当ただ人懐っこくて、うん、うまいなってすごい思う。あとでもちょっとズーズーしいかもって思っちゃうんじゃない、どこか。あ、そうです、そうですね。カゼンドはもうズーズーしいを通り越して当たり前だろぐらい来るからねそうですね、ちょっと気にしちゃうんですよ、ね、こう言ったらこう思われるかも、迷惑がられるかもって思ってちょっと引いちゃうみたいな。でもそこら辺はでも線引きは難しいよな、うん、例えばですけど、うん、あの私もっとあの若い時、うん、10代終盤、うん、20歳になったばっかりとか、そのまさに2000年前半ですね、働き始めた頃とか、その生活費、給料も安くね働いてるのでお金ないわけですよ、うん、お金貸してくださいみたいなこと結構平気で言う側なんですよね、うん、ジャスコパイセンが、うん、あのグーチョキパーで、で5万円貸してくださいとかよく冗談でやるじゃないですか言ってる、あれ冗談じゃないですか。私ね、めっちゃカジュアルにお金借りれる人間だったんですよなるほど。普通に金貸してください、上司とか先輩に、うん、いくらぐらい貸してほしいのみたいな、5000円貸してくださいみたいな、うん、なんか負い目なく借りる方だったんですけど、うん、あの一例としておかしいかもしれないんですけど、私あの誰かと物の貸し借りをするみたいなことも含めてね、なんかその人とより仲良くなるための方法だぐらい思って。なるほど。それで言うと今思い出したのが、お母さんに例えばあのお小遣い制じゃなかったんで、なんか必要な時は言いなさいみたいな感じだったんですよ。でもこれがあるからいくらちょうだいみたいなのが言えへんくて、モヤモヤしてて、で弟は普通に毎回それ遠慮なしにやってて羨ましい。わかる。なんかもちろん、うん、お金の貸し借りとか物の貸し借りであればちゃんと返すであったりとか、うん、そこら辺しっかりしないとダメなんですけど、うん、そこがバラバラだったら全くお話にならないんですけど、うん、私からするとなんか誰かがお金貸してくださいみたいな時、お貸したろわみたいな、なんか貸す時とか、うん、まあもしくは私自身が貸してもらう時とか、うん、なんかますますその人と仲良くなったなぐらいの感覚でいますね。なるほど。なんか貸してもらうのが申し訳ないみたいな感覚はないな。完全にそのそっちです、うん、発想が違うわ、スタートが。なるほど。借りたからもちろん返すまではあなたとは別れませんね、別れることはできませんねみたいなことに近いかもしれない、ひどい話かもしれんけど、この人のその何かうまく甘えられる方法、ニコニコ、村井さんのさっきの、甘え上手。でもニコニコしてるとね、周りから頼られることも多くなりますよ、おのずと、うん、なぜか、うん、村井さんのこのなんか話術じゃないですけど、こうプレゼンでこうって言ったらなんかなんだろう、すごい説得力じゃないけど、なんか商談とかあるじゃないですか、こう会社とか、はいはい、それでもなんかすごい納得感ありますもんね。なんか相手の会社の人じゃないのに横で聞いてるだけなのに、確かにみたいな、うん、それが時にすごい理不尽な話であってそうすることが幸せかのようなで相手もそんな顔してるみたいなうめえなあと思って。それは好転的ですね。あ、好転的、はい、営業、あ、トークというものは好転的でございますねはい、なるほど。でもすごいこの人の気持ちわかる。ただ一つあの励ましじゃないんですけど、甘え上手な弟と逆にお兄ちゃんとかお姉ちゃんは責任感みたいな、なんかなんだろう、こう言われたら絶対頑張らないとみたいな責任感みたいなのがあるらしいですよ。だから甘え上手じゃないかもしれないですけど、太郎ちゃんさんはきっと責任感ある方なんだと思います。はい、じゃあ私からのまとめで言うと、うん、その甘える
ていうことに対して多分負い目みたいなものがあるんじゃないかなと思うんですけど、その甘える、誰かに甘えて誰かに貸しを作るっていうことは、まあ、その人との関係性をより強固にするきっかけにもなると逆に思っていただいて、うん、まあ、もちろんその、ね、いただいたものがあればそれ以上のものをお返しするみたいな発想は当然必要なんですけれども、なんか誰かと関係性を深めるためには時に甘えることすらもその方法の一つであるっていうのは思うといいんじゃないのかなと思いますね、うん、私は。だから私も本当に若い時はもうすっげえ甘えまくってました、いろんな人に、うん、自分でちょっとやってちょっとでもなんか、うん、あって思ったらもうその瞬間自分じゃやらないみたいなおしゃっすおしゃっすちょっとおしゃっす手伝ってくださいおしゃっすおしゃっす無理っす無理っす無理っすおしゃっす無理っす無理っすおしゃっすおしゃっすおしゃっすって言って、それ頼られる方もなんかこうあれ嬉しいんですかね、その頼られる嬉しいと思う、うん、なんかしゃーないな、うん、何なんだよとか、うん、僕の時間貴重だって分かってるよね、うん、みたいな、村井君のためになんで僕がこんなに頑張んないとダメなんだみたいないいじゃないですかおしゃっすおしゃっすおしゃっす、なるほど。あ、試し食いに行きましょうよみたいな、うん、僕のおごりだろうみたいな分からないっすって試し食いに行きましょうよってやってたな。すごいニコニコしてる。もう21とか2の頃ですよ、うん、20歳とかかな、うん、22、3になっちゃったら私も部長とかやってたんで、あ、なるほど、立場逆転しちゃったんですよね、うんうん、その関係性、周りの人たちとの、うんうん、だから18、19、20、21までのその4年間ぐらいじゃないかな、うん、最も他人に甘えながら、うん、まあ、甘えないと生きていけなかったんだけどね、うん、生活がはい、今日はこんな感じです。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。